こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つ、マンチェスターユナイテッドに新たに加わると噂されている、テントリア、ストライカーの候補者たちについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では、早速行っていきたいなと思います。マンチェスターユナイテッド、来シーズン2024-2025シーズンから、イニオスグループが、フットボール部門を統括して、初めての、大きなマーケットを迎えることになります。監督も新たに変わる可能性がありますし、新たな選手もたくさんやってくると言われています。もちろん誰かがやってくるということになれば、誰かが去るということにもなりますので、現在マンチェスターユナイテッドに在籍している、選手たちの中から、多くの選手たちが、売却されていくことにもなりません。そういった形で、大刷新が行われるのではないかと言われている赤い悪魔がですね、現在、ストライカーのポジションに、ラスムス・ホイルンドという、優秀なセンターフォワードを抱えているんですけれども、彼と、ポジション争いをしていきながら併用も考えられ、なおかつ得点の部分においてもユナイテッドに貢献できるストライカーを獲得するのではないかという報道が、されておりまして、新体制のイニオスグループも新たなユナイテッドを作るにあたって、センターフォワードに限らず、センターバック、そして左のサイドバック、この3つのポジションに、優先的に、人を加えるという決断を下したと、言われてます。なので、今回はそういった状況の中で、補強が確実視された、センターフォワードの、候補者たちについて、数多くの名前を出して、誰が一番ベストなのかっていうことを、一緒に考えていきたいなと思います。そういった、候補に上がってくる選手たちをですね、早速ご紹介はしていきたいんですけれども、彼らをご紹介する前にですね、まずは現在のマンチェスターユナイテッドの、ストライカーポジションを担える選手たちと、今後のシステムっていうことをまずベースにお伝えしておかないと、候補者っていうところもうまく絞れていけないと思いますので、先にそちらをお伝えしておきます。まず、現時点で、マンチェスターユナイテッドが抱えている、9番ポジションを、担える、もしくは、担ったことがある、選手たちになると、ホイルンド、マルシャル、ラッシュフォード、以上3名になります。そして、ホイルンドに関しては来シーズン以降も残留することがほぼ濃厚です。マルシャルに関しては売却候補筆頭です。マーカス・ラッシュフォードに関しては、新体制がどういった考えを持っているかは定かではないんですけれども、ここ最近の流れでいけば多くの方が売却を望んでいる選手です。なおかつ最近だともう真ん中ですら使われなくなってます。エリク・テンハグがやっと、真ん中で使うと機能しないということを理解してくれたという感じですね。はい。そういった、現在のスカッドから、来シーズンということになるんですけれども、まずエリク・テンハグが来シーズンも継続でいくとなると、4-2-3-1がそのまま引き続き使われるということになるので、ホイルンドが一応軸としていて、マルシャル売却でラッシュフォードは残ってる残っていない関係なしに、真ん中はないので、単純にテンハグが残った場合だと、ホイルンドとの併用、ローテーションということに、なると思います。で、新たな監督が来るということになると、正直誰が来るかによって考え方はすごく変わるので、難しいところではあるんですけど、例えば一番最近候補に上がっている監督で言えばルベン・アモリムだったりユリアン・ナーゲルスマン、こういった監督たちになるので、ナーゲルスマンだと、ライプツヒ時代とかには 4-2-2-2 の2トップ採用したり、4-4 にも使ってたし、
まあ352も使ったりしてたので、まあ2トップはやり慣れてるであろうと。ルベン・アモリムに関しては基本3421がベースなので、ストライカー的な選手も基本は1枚軸として抱えるだけなので、テンハグと同様にローテーションという形になるかなと。ですので、新たに連れてくるセンターフォワードが、控えがベースとして考えられるようなタレントなのだとしたら、ルベン・アモリムだったりエリック・テンハグ継続でいいと思うんですよね。だけど、ホイルンドと、併用していくとか、もしくはもうホイルンドを超えていくようなセンターフォワードだったりとか、あとはこう新たなユナイテッドの、フットボール部門を見る、イネオスグループの考えとして、先日もね、何度かお話ししましたけれども、ユナイテッドやっぱりストライカーを数多く抱えた中でタイトルを取ってきてるチームなので、442だったりとか2トップストライカーを多く置く、システムを使うことを、ベースにそういったチームを作りたいと考えていた場合は、2トップ起用っていうところも考えられるので、そうなるとやっぱホイルンドと、型を並べる、もしくはそれ以上っていうところなので、取ってくるキャラクター性が大きく変わるであろうと。そしてどっちが候補として一番高いかなと問われると、多分後者だと思うんですよね。やっぱりイニオスグループのトップにいるサージ・ムラトクリフは、アンディ・コールとか、ドワイト・ヨークとか、ファンニステル・ローイだったりベルバトフだったり、マイケル・オーエンもね、リバプールにもいましたけど、ユナイテッドにもいましたし、ルーニーとかテベスとか、本当に、名だたるスーパースターを、同じ時期に、2枚抱えて、組ませてやっている時代を見ている、ユナイテッドファンの、人物なので、多分同じような考えを持ってるんじゃないかと。それこそ、サーレックス・ファーガソンの隣にね、座って意見交換して、作り上げていくっていうこともしているみたいなので、そういった考えをそのまま引き継いでやるんじゃないかと。前者よりも後者の方が濃厚な可能性がすごく高いなと僕は思うので、よりレベルの高いというか、ホイルンドと肩を並べる、もしくはそれ以上の、ストライカーっていうところがベースになってくるのではないかなと思うんですよね。ただそういった選手たちを連れてきたとしても、彼らを2人併用したシステムを作ってきている経験がある監督じゃないと難しいっていうこともあるので、そうなるとルベン・アモリムだったりエリック・テンハグは2トップシステムを採用している歴史がそこまで多くない。で、ユリアン・ナーゲルスマンに関しては、ライプツヒ時代もバイエルン時代もホッフェンハイム時代も2トップシステムを採用したことたくさんあるということになると、最近の流れを見てもそうですけれども、ユリアン・ナーゲルスマン、やっぱりイネオスグループは彼を引き連れてきたいんじゃないかと僕は思います。なのでユリアン・ナーゲルスマンが来たことを前提に、ツートップのもう一人のキャラクターをちょっと考えていきたいなと今回は思います。では、そのナーゲルスマンが採用していたシステムと、そこで使っていたツートップのキャラクターを、ご紹介していきたいんですけど、ホッフェンハイム時代は352を使ってました。で、ホッフェンハイム時代に使っていた2トップのキャラクターが、ジョエリントン、現在ニューカッスルでプレイしているジョエリントンだったり、あとはベルフォディル、すごく技術力に長けたね、ポストプレーの上手い、ベルフォディルっていうタレントを使ったり、あとはクラマリッチ、ヘルダベルリンとかでもね活躍しておりますけれども、非常に点取れる、点で合わせるタイプの、ストライカーとか抱えたり、あとはサライとか抱えたりして、そこローテーションしながら2トップ戦ってました。
そしてライプツヒ時代になると、ポールセン、そしてティモ・ベルナー、そして現在レバークーゼンでプレーしているパトリック・シックだったり、アタランタのルックマンとか、あとはチェルシーのエンクンク、こういったキャラクターをツートップに使って、ローテーションしながら、ツートップシステム採用してました。で、バイエルン時代だと、マネ、ニャブリ、トーマス・ミラー、そしてシュポモティング、あとはテル、こういったタレントを使って、ツートップシステムを採用しておりましたと。それぞれの、まあ、クラブでそれぞれの抱えているキャラクターでうまくローテーションしながらやっていたっていうことは間違いないんですけれども、すごく、まあ、似ている個性というか、まあ、大事にしている個性はあるなと思えるんですよね。例えば、ホッフェンハイム時代とかだと、まあ、カライジッチ、ジョエリントン、ベルフォディルとか、サライとか、こういったタレントをやってたんですけど、機動力があったりとか、ボックス付近で点で合わせるのを、得意としてる選手、プラス、ポストプレイヤーを組ませてるんですよ。で、ライプツヒ時代とかでも、まあ、同様で、まあ、機動力、動きの量が多い、まあ、ベルナーだったりとか、点で合わせるのを得意としているパトリック・シックだったりとか、まあ、エンクンクに関しても機動力あるタイプですよね。まあ、ストライカーっていう印象はあまりないですけど、まあ、動きが巧みなタイプ使ってますし、で、バイエルンに関しても、まあ、マネとかまさにね、機動力あって、動きの質も高くて、点で合わせるの得意なタイプをツートップの一角で使っていると。でそこに、ポストプレイヤーを絡ませているということなので、マンチェスターユナイテッドになると、じゃあホイルンドが軸なので、ホイルンドの特徴って一体何ですかと問われると、もう皆さんね、マンチェスターユナイテッドをご覧になられている方はご存知かと思いますけれども、まあ試合を見ていてもすごく感じるのはやっぱり安定したポストプレイだと思うんですよね。体を使ってボールを守って、相手に足を出させずにボールをキープして周りに預ける、左右に展開する、数多く見てると思います。でそこで左右に展開して自分が、後で、ボックスエリアにこう侵入していくっていう形で、点を取っている印象がすごく強いですよね。となると、どちらかといえばこう動きで変化をつけていくというよりも、こう起点を作っていくタイプなので、まあ、今までで言えば、まあ、ポールセンとか、まあ、ジョエリントンとか、ベルフォディルとか、バイエルンだったらシュポモティングとか、そういったキャラクターがやっていた役割を担うと。まあ、ジョエリントンはちょっと機動力もあるけどね。まあ、こういったタイプがやっていた役割をホイルンドがやると。となると、もう一人のタレントは機動力があって、点で合わせられるタイプ。まあ、ポストプレーとかもできると、まあ、ありがたいよねっていうタイプだと思うので、そういったタイプから、まあ、センターフォワードっていうところを、ピックアップ、まあ、していきたいなとは思うんですけど、一応、まあ、キャラクター性っていうところは一体除外視して、まあ、ユナイテッドが取りに行ってもおかしくないというか、まあ、人気銘柄の、まあ、センターフォワードたちをもう先にずらっと紹介していきます。後ほど一人ずつ、簡潔にちょっとお話はしていくので、話さない選手はいないんでね、そこは安心していただければなと思います。ではもう名前ずらっと紹介していきますね。エヴァン・ファーガソン、ビクター・オシムヘン、ビクトル・ギケーレッシュ、セール・ギラシー、ビクター・ボニフェイス、オリー・ワトキンス、サンティアゴ・ヒメネス、アイヴァン・トニー、カリム・ベンゼマ、デュシャン・ブラホビッチ、ヨシュア・ザークツィ、ロイス・オペンダー、ベンジャミン・シェスコ、ジョナサン・デイビッド、ブロビー、エヴァニューソン、テレム・モフィー、ドミニク・カルバート・ルーイン、アントニオ・アオニー、マクバーニー、ロベルト・レバンドスキー、ドフビク・エンネシリ、ジャンルカ・スカマッカ、ピナモンティ、ヨナス・ウィンド、ブルカート、ゴンサロ・ラモス、エリワイ、マルタン・テリエ、カリム・エンド、以上になります。では一人ずつね、簡潔にお話ししていきます。まずはエヴァン・ファーガソン、現在イングランドプレミアリーグのブライトンでプレーをしておりますセンターフォワードです。今シーズンもある程度コンスタントに、まあ怪我もあったりしましたけれども、まあ、ある程度時間は使ってもらってます。
マンチェスターユナイテッドに限らず多くのプレミアリーグが興味を示している、選手ということで金額的にもすごく高いです。そして、彼を取るべきかと問われると、正直どうかなと思います。単純にキャラクター的にもですね、センターバックと、中盤の間のスペースのところでボールを受けて起点を作っていくタイプなので、ホイルンドがその役割はしっかりと現状になってくれているので、同じタイプはいらないということが、まあ、ベースなので、エヴァン・ファーガソンは必要ないかなと。続きましてビクター・オシム編です。最近もよく名前を見かけますし、ビクター・オシム編のラジオ先日投稿しましたが、プレミアリーグでプレーをすることを希望しています。金額が金額なので、まあ、ユナイテッドが出せるかというところが問題、プラスチャンピオンズリーグの出場権しっかりと持っているかっていうところが、ベースなので、まあ、条件が揃い次第っていうところではあるんですが、まあ、機動力もある、まあ、点でも、点を取れる、まあ、ポストもできる、まあ、完成されたセンターフォワードなので、まあ、ホイルンドとコンビを組むということになれば、最高の、まあ、ストライカーになるであろうと。まあ、単純に彼がワントップで起用したとしても十分機能はするので、まあ、ベストオブベストに、まあ、近いような獲得ではないかなと思います。そしてギケレシュですね。ギケレシュはスポルティングの、まあ、選手なんですけれども、彼も非常に人気銘柄で、アーセナルだったり、まあ、チェルシーだったり、まあ、もしかしたらスパーズとかもね、まあ、今後、興味を示してくるんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってるんですけど、まあ、起点も作れるし、まあ、機動力もあるし、まあ、スピードもあるということで、まあ、ホイルンドが、こう、ポストプレーだったりとか、まあ、起点を作るっていうことをベースにしたときに、まあ、ボックスエリア付近でも点が取れるタイプなので、候補の一人としてはすごくありだとは思いません。ただ、彼も、結構降りてきてプレーをすること得意なタイプですし、どちらかといえばしたいタイプだとは思うので、競合が多い分金額も跳ね上がりやすいので、まあ欲しいっていう方もねたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、僕はちょっとどうかなとは思ってます。まあ、ホイルンドがいなかったとしたらギケレシュはありかなと思うんですけど、どちらかといえばこうね、先ほどもお伝えした通り、こうサイドバックの背後とかに流れたりとか、裏をね、まあ、取っていけるようなタイプの方がいいとは思うので、すごくいい選手だしできないねわけではないんですけど、まあちょっとどうかなとは思ってます。そして続きましてギラシですね。ギラシに関しては、まあ、起点も作れるんですけど、もう背後の抜け出しに関してはもう超がつくほど一級品です。オフサイドもほとんど引っかからないです。もう抜け出し方がまあ巧みなんで、なので、金額的にも、まあ、ちょっと最近ね、まあ、点もちゃんと取ってるんで、跳ね上がってきてるんで、まあ、取るとなるとね、まあ、50、60、70と、まあ、最近の価値で考えればかかるとは思うんですけれども、まあ、ギラシと、ホイルンドのツートップ、組むことができれば、まあ、素晴らしい、ツートップストライカーになってくると思うので、オシム編がもし取れないっていうことになるのであれば、最高の選択肢の一つではないかなと思います。はい。続きましてボニフェイスですね。ボニフェイスに関してはまあ機動力があって、まあ、起点も作れるし、ボックスエリア付近での決定力もすごく高いです。まあとにかく器用ですね。ただ今シーズンちょっと怪我があって、試合に常に絡めているというわけではなかったりするので、今シーズンでの対談っていうことはちょっと考えにくいかなと。やっぱり1年フルで戦えているわけでは現状ないので、まあ、ギラシもちょっと怪我の期間はあったんだけど、ギラシ以上にこう離脱の期間が長いので、ボニフェイスすごく優秀な選手なんですけど、どこのクラブもちょっとね欲しい選手なんだけど、ちょっとこう今手を引いてる状態なのはその怪我っていうことを懸念してのところだと思うので、誰も取らないよりかは全然いいし、まあ普通に取ったとしても優秀な選手なんだけれども、
まあ、今ではないかなとは思います。はい。そしてワトキンス。まあ、ワトキンスはね、アストンビラでも点取ってるし、もう馬力でこう無理くりね、こうグッと入っていくような、まあ、タイプで、まあ、ユナイテッドにはちょっといないタイプだし、まあ、ホイルンドともちょっとこう違うタイプなので、ワトキンスはありだとは思います。ただ、まあ、イングランド人っていうこともある、ホームグローン性がある、で、まあ、プレミアリーグのライバルクラブから引き抜くということになると、まあ、高い金額をより、求められるし、アストンビラが、CL 権もし持つっていうことになれば、間違いなく引き抜けないので、ワトキンスに関しては、まあ、候補の一人としてはありなんですけど、個人的には大本命っていう形ではないかなとは思いますね。はい、そしてサンティアゴ・ヒメネスですね。まあ、メキシコ人といえばね、こう、マンチェスター・ユナイテッドはチャチャリーとか、エルナンデスかね、いたので、まあ、その系譜っていうところで取るのもすごく面白いというかね、ありなんじゃないかなと思ったりはするんですけど、こう、チャチャとはね、こう全然こうタイプが違う、馬力もあってこう無理くり中に入っていけてポストもできてっていう選手で背後も取れるんで、まあ、あのユナイテッドでね、プレーをするとなると、まあ、ホイルンドとツートップ組んでもすごく面白いかなと思ったりはするんですけど、よりこう機動力というかね、こう動きで変化をつけていくタイプの方がベースとして欲しいっていうところで今回はお話はしてるんで、いい選手だし、来てくれる分にはめちゃくちゃありがたいんですけど、ちょっと今回のテーマ的にはちょっとずれる部分もあるのかなと思うので、あくまでリストに載せるぐらいでいいんじゃないかなと思います。そしてアイバン・トニー。まあ、アイバン・トニーはね、まあベストに近いですね。まあ、器用だし、できることも多いですし、点でも合わせられる。で、ポストもね、やろうと思えば全然できるということで、まあ、アーセナルがね、欲しがる理由もわかるなっていう、本当に選手なので、ユナイテッド取れたらすごくいいです。ただ、高い。まあ、120、30、最低でもかかってくるので、アーセナルとか、まあ、チェルシーも狙ってきているという状況だと、競合が増えれば金額もその分跳ね上がるので、まあ、これだけ、市場にセンターフォワードが出てくる可能性が高いということになると、わざわざ競合するっていうのは、できれば避けたいところではあるので、トニー、取れたらいいんですけど、まあ、賭博問題とかもあった選手なので、まあ、悩みどころではあるかな。でもキャラクター性的にはもうほぼマッチですね。はい。そしてベンゼマ。ベンゼマに関しては、アルイティハドを対談したいっていう気持ちがあるみたいなので、ホイルンドを成長させるっていう意味合いだったらすごくありだなと思ったんですよ。ただ、今回求めているキャラクターとはちょっと違う、まあ、機動力はあるし、サイドに流れたりしてプレイするのも得意なんで、いいんですけど、ちょっとタイプ的に違うかな。よりこう万能性に近いタイプなので、で年齢も重ねてるのと、新体制の中で、新たにこう世代を変えていくっていう中で、こう別のクラブで歴史作って、ベテランで、ちょっと給与バランスも高いっていう選手は、ちょっと避けたいっていうこともあるので、冬のタイミングで来てくれるんだったらすごくありだったんだけど、夏のタイミングだとちょっとないかなと思います。はい。そしてブラホビッチ。ブラホビッチはありですね。まあ、万能型の、まあ、ストライカーで背後も取れるし、まあ、フリーキックも持ってるし、で、動きで変化もつけられるタイプなので、ユベントスが売却してくれるんだったら、リストに載せていいと思います。ホイルンドとツートップを組ませたとしても、十分やってくれると思います。ただし、デュシャン・ブラホビッチ本人の気持ちとして、ユベントスでタイトルを取りたいっていう気持ちがあるはずなので、ちょっと難しいところもあるのかなとは思います。そして次、ザークツィですね。ザークツィはちょっと最近怪我を、まあ、してしまったんですけど、
まあ起点を作れたりとか、まあ機動力もあって技術力もあるっていうタイプで、最近ね、人気が高まってきているストライカーということで、まあユナイテッドが欲しがる理由もわからなくはないんですけど、ユナイテッドが今回求めている特徴を持っているタイプの選手かと問われるとちょっと違うかなっていうのもあるので、どちらかといえばこう降りてきてゲームに絡んでっていうタイプだと思うので、ザクツィはちょっとないかなと。続きまして、ライプツヒのツートップですね、ロイス・オペンダとベンジャミン・セスコということで、まあ両者ともね背後取れる選手だし、動きでね変化つけていけるタイプなので、ありっちゃありです。ただ、プレミアリーグということと、ね、スタイルが全然違うということで、ナーゲルスマンだったらそこをうまく使ってくれるとは思うんですけど、まああくまでこうユナイテッドが生まれ変わってナーゲルスマン体制でいくということになると、まあある程度押し込んだ中で沈めていくっていうことを多分別に考えると思うんで、まあ彼らでもいいんですけど、やっぱり上から叩き込めるタイプやっぱり欲しいと思うんで、シェスコはまあ現状ちょっとこう成長曲線描いている真っ最中なので、まだ完成されてないし、オペンダも点は取ってるんですけど、こうプレミアに来ていきなりフィットできるかはちょっと不透明なところがあるのと、ライプツヒでもう一シーズン僕は見た方がいいと思ってるんで、リストに載せるのはありなんですけど、まあちょっと序列的にというか、こう優先順位はそこまで高くないかなと個人的には思います。そしてジョナサン・デイビッド、まあリールのセンターフォワードですけど、まあ彼はもうステップアップめちゃくちゃ希望を出してるんで、多分オファーを出せば取れます。でタイプ的にも動きで変化つけるタイプなので、キャラクター的にはありなんですけど、まあ単純な判断とか精度っていうところがまだちょっと改善の余地がありなんで、僕はリストに載せるのはまだありなんですけど、大本命ではないし本命でもちょっとないので、ちょっとないかなと思います。はい。そしてブロビーに関しては、まあ、動きもつけられてこう馬力もあって、まあ、右足左足ともに、まあ、インパクトのあるシュートを打てるんで、面白い補強だとは思います。プレミアでもある程度やってくれると思います。ただエリック・テンハグがいなくなることを前提なんで、まあ取らないかなとは思うんで、名前は出したんですけど、過去にも名前が一度上がったんでね、名前は出したんですけど個人的にはないですね。はい。続きましてエヴァニューソンですね。 FC ポルトの、ストライカーなんですけど、まあタレミとね、コンビを組むことが多かったり、まあ彼が軸で出たりすることがあるストライカーで、ブラジル人でね、まだ若いんですけど、彼は結構ありだとは思います。左右に流れて、そこから仕掛けもできるし、もともとワイドでね使われていた経験もある選手なので、ドリブルの技術もあるし、まあシュートも相当積極的に打ってくれるし、そのパーセンテージも高いし、で身長はそこまでないんですけど馬力もあって、守備のタスクも全うしてくれるので、まあホイルンドもね相当全うしてくれる選手なので、エヴァニューソンとツートップ組めればポルト時代に、タレミの役割をやってたのがそのままホイルンドで、当て込むことはできるので、うまくこう馴染めそうだなっていうのは思います。ただ怪我があったりとかで、まあ、試合に絡めてない時期も意外と多いので、プレミアリーグの強度でそこはフィットできるのかはちょっと不安要素としてはあるかなとは思いますね。ただキャラクターとしてはすごくありです。はい。そしてテレム・モフィー、ニースの選手で、まあラトクリフがねニースを持ってるんで一応紹介してるんですけど、まあ今季もある程度点取ってますし、まあ馬力があってこう無理くりこうペナルティボックスで仕事ができるタイプなので、ホイルンドとはちょっとタイプが違うんでね、それこそまあ動きで変化もちゃんとつけられる選手なので、まあちょっとね無理にこう突っ込んでしまう癖はちょっとある選手なんだけれども、形はしっかりと持ってるし、自分のでそこでの決定力も結構高いもの持ってるんで、まあニースとの関連性でうまく安く取れるのであれば
候補の一人としてはありかなとは思います。まあ、求めているキャラクター的にもマッチするところはあるかなと思いますね。はい。そして次が、カルバートルインということで、まあカルバートルインはね、もうまさしくマッチですよね。もう点で合わせるのめちゃくちゃうまいし、ボックスエリア付近での点の能力もめちゃくちゃ高いと、得点力ね、めちゃくちゃ高いし、でポストとかもね結構しっかりできるし、で最近ちょっと怪我があったりとかでね、出れてない時期とかもあったんですけど、まああのあんまりこういうこと言うとね失礼に当たっちゃうんでね、まあ言うべきではないんですけど、まあエバートンにいるのはちょっともったいないというか、やっぱりチャンピオンズリーグの環境で戦うべき選手だと僕は思うんですよ。まあユナイテッドも出れるかはちょっとわからない状態なんでね、あのユナイテッドに来るよりも CL 出れるところ確実のところ行った方がまあいいっちゃいいんだけど、でもまあレベルの高い環境、まあビッグクラブでプレーをするだけの価値がある選手であることは変わりないので、まあステップアップも本人考えているでしょうから、まあエバートンを愛してるとは思うんですけどね。ただエバートンとの関係性ユナイテッド結構いいですから、まあブランスウェイトね、センターバック狙ってたりオナナ狙ってたりするんだけど、その2枚プラスカウルバートルイン連れてくるみたいな形でエバートンから3枚取りっていうことができればユナイテッドとすると大きいのかなとは思いますね。まあすごく候補としてありだと思います。はい。で続きましてアントニオですね。ウェストハムのセンターフォワードですけれども、まあ今シーズンはちょっと怪我もあったりとかで、ジャロット・ボーエンがねセンターフォワードで使われたりしてるんですけど、まあアントニオは年齢をある程度重ねてはいるんですけど、まあタスクはちゃんとね攻守両面で全うしてくれるし、あとは無理が効く、やっぱりフィジカルが圧倒的に強いので、ボールも失わない、で一人でカウンター完結しちゃったりもできるし、動きで変化もつけられる、まあ本当に年齢の部分とこう大きなクラブに来た中での、まあ、プレッシャーに耐えうるかっていうところが気になるところではあるんですけど、プレミアリーグでもあれだけできてる選手なので、まあどんな対戦相手であったとしてもあの武器は十分使えるんで、まあ安く抑えるっていうこと、もしくはフリーで取ることをベースに考えるのであれば、アントニオの獲得はありだと思います。はい。続きましてアオニーですね。まあアオニーは、ノッティンガムフォレストの、まあ、センターフォワードで、ナイジェリア人のねセンターフォワードですけど、まあ本当にハルクみたいなね、もう屈強な体をしていて、まあ一人でカウンター完結もできるし、左右に流れて起点を作ったりすることもできると、低い位置に戻って守備もしっかりと貢献ある程度してくれる選手なので、計算はある程度立つかなと。ただまあ得点の形とかはめちゃくちゃ多いわけではないので、そこはまあ気になるところではあるんですけど、まあ彼もねステップアップ当然考えているでしょうし、それこそまあ代表っていうことを考えると、まあボニフェイスとかオシムヘンとかこういったタレントと同じポジションを争わなければならないので、自分がナイジェリア代表で、本命として選ばれるためには大きなクラブにステップアップして結果残すしかないと思うんで、まあユナイテッドからオファーが来れば、喜んで来てくれるでしょうと。続きましてマクバーニーですね。シェフィールドユナイテッドの、まあ、ストライカー、アイルランド代表だったかなのストライカーですけれども、まあ彼はね、僕が求めているというかね、今回テーマに挙げているキャラクターにマッチするタイプですよね。こう動きの量も多いし、背後しっかり取れるし、ボックスエリア付近での点で合わせる能力も高い選手なので、まあちょっとねこうスーパーサブ感が否めない選手ではあるんですけど、まあユナイテッドが今後、まあ単純にそのホイルンドとツートップ組ませるのもありだし、途中から彼使うのもありだし、まあなんだったら別のストライカーちゃんともう一枚取ってマクバーニーも取るみたいなことをしても、まあしっかりと機能してくれる、こうユナイテッドを陰から支えてくれるストライカーにはなってくれると思うので、マクバーニーはね僕安ければ取っていいと思いますね。まあ単純にちょっと僕が好きだっていうのもあるんですけど、シェフィールドの状態見てもねめちゃくちゃいいとは正直思えないし、金額が安ければ取ってほしいなと僕は思ってます。はい。
で、続きましてロベルト・レバンドスキということで、まあ、バルセロナが、まあ、新たに来季から生まれ変わる。で、今季、まあ、レバンドスキがね、まあ、運動量も年齢的にちょっと落ちたりしてるんで、まあ、難しいこともあったりとか、あとは点がね、去年ほど取れてないっていうところでちょっと評価落ちたりしてるみたいなので、まあ、ちょっとキャラクター的にね、こう万能性で勝負するタイプだし、背後も取れる人なんで、悪くはないんですけど、ちょっとこう、動きの量は減ったんでね。まあ、必要かって問われると、ちょっと違う部分も感じるなとは思うんで、候補に入れることすらちょっと迷ったし、で、ナーゲルスマンがもし本当に来るってなったらね、ナーゲルスマンのやり方で狭いところというかスペースがないからっていう文句を言ってバイエルンから退団することを決意してるみたいなところもある選手なので、ちょっとレバンドスキは現実味には欠けるんですけど、まあ一応売却される可能性はある選手なので、まあ一応候補には入れたっていう感じですね。はい。ただまあ、大本命とかではないので、人によって好みは分かれるかなとは思いますね。はい。そしてドフビク、ジローナの、まあ、センターフォワードですけど、まあ彼に関しては、キャラクター的にちょっと今回求めてるキャラクターとはちょっと違います。どちらかといえばジローナでもこうセンターライン付近から大きく動くっていうことほとんどないんですよね。どちらかといえばその中でプレーして起点作ったりとか、まあジローナがある程度前に運ぶ形を持ってるチームなので、運んだ中でボックス付近で仕事するっていうタイプなので、今回、まあ、ホイルンドがこう起点作ってその背後抜け出したりとか裏取ったりとか左右に流れて起点作ったりっていうことをちょっとまあベースに考えてはいるので、まあキャラクター的にちょっと合わないので、まあそこも求めてるんだったら取るのもありなんだけど、でもそれを言っちゃうと元も子もないので、ドフビクもちょっとないかなと。そしてエンネシリ、エンネシリはこう点で合わすこと得意なタイプだし、こう左右に流れてプレーをすることもある程度できる選手なので、タイプ的にはすごくありかなと思います。あとはまあ単純に打点が高いですし、まあ右足左足、利き足右だったかな左足だったかどっちか忘れたんだけど、ほぼ両利きに近いようなプレーができるし、でスピードも結構あるしね。で体大きい割にね、こう軽やかに動くというか滑らかに動くんで、まあ見ていて気持ちいい選手ですよね。まあユナイテッドが取れるのであればいい獲得になるかなと思います。はい。続きましてジャンルカ・スカマッカですね、アタランタの、まあ、センターフォワードですけど、まあ個人的に結構推してる選手で、まあ単純に見た目が好きっていうのもあるんですけど、まあ打点も高いし、まあ右足左足うまいし、で動きで変化もある程度つけられる。ただまあ一番の特徴はね、やっぱりそのポストプレーとか味方を生かすっていうタイプなので、まあ今回の求めているキャラクターとはちょっと違う点はあるかなと思います。なのでテーマに沿うとなるとちょっとちゃうかなとは思いますね。ただいい選手だとは思ってます。面白い選手だとは思ってますね。はい。では続きましてサッソーロのピナモンティですね、まあインテルからレンタルだったかな、ローンかなんかで移籍している、まあ、イタリア人のセンターフォワードなんですけど、まあ動きの量も多いし、まあ機動力も結構あるタイプだと思うんですよね。まあ万能性に近いというかね。まあポストプレーとかこう無理くりこうフィジカルでキープするとか、こう特別なこうスピードがあるとか、こう身体能力的にこうすごい特化しているっていうタイプではないんですけど、ゴールの嗅覚っていうところはしっかりと持ってるタイプだと僕は思うので、ポジショニングとかは結構いいと思ってるんで、候補の一人としてはありだと思ってます。ただまだ大成したわけではないというか、インパクトを完全に残しきってるわけではまだない。まあセリアではしっかりと実績ちゃんと、ちょっとずつ残し始めてはいるんだけど、こうすごい大量得点してるみたいなシーズンがまだあるわけではないので、あくまで候補の一人っていうイメージですかね。はい。
では続きましてヨナス・ウィンドウですね、ボルスブルグの、プレイヤーですけれども、彼はですね、スピードも結構ありますし足元の技術も結構巧みです。で、足元で受けてこうポストプレーをしたりして味方生かすっていうことも、得意な選手ではあるんですけど、ボックスエリア付近でこう点で合わせたりとかターゲットになるっていうこともしっかりとしてくれる選手なので、背後もしっかりと取れるし長い距離も走れる選手なので、ホイルンドがこうポスト作ってくれる起点作ってくれる分、ヨナス・ウィンドがそこに特化した仕事ができる可能性は十分高いので、僕はありだと思います。ただめちゃくちゃ高さがあるとかそういったわけではないので、こうブンデスほど点が取れるかって言われるとちょっと怪しいところもあるかなと思います。やっぱり、ブンデスもレベルが低いわけでは全然ないし、優秀な選手もたくさん抱えてはいるんだけど、マッチするのがプレミアだとファンダイクとかコナテとか、ルベンディアスとかね、ストーンズとか、本当に、ミッキー・ファンデフェン、ロメロとかね、こう名だたるセンターバック陣、サリバー、ガブリエル・マガリアンスとかチアゴ・シューバとかね、そういったタイプとやるんで、そこで点取れるこう馬力だったりとかね、身体能力があるかと言われるとちょっと微妙なところもあるので、候補の一人としてはありかなと思います。タスクはしっかりと担ってくれるし特徴はちゃんと発揮してくれるんでいいかなと思うんですけど、どちらかといえばなんかプレミア向きではないイメージはちょっとありますね。はい。そしてブルカートですね、現在マインツでプレーしているドイツ代表の、センターフォワードですけど、彼はですね、スピードがあるし、機動力もあります。で、守備のタスクもだいぶしっかりと担ってくれる選手なので計算は立ちます。ただブンデスでまだしっかりと数字を常に残しているっていうわけではまだなかったりとか、あとはそのスピードはすごくあるんですけど、フィジカル的な要素とか、あとは高さ、特に高さですね。ここはやっぱり身長めちゃくちゃ高いわけではないので、180ぐらいだったと思うんですよ。その辺近辺だったと思うんですよね、確かね。僕とあんま変わらなかったはずなんですよ。僕今184なんですけど、多分ほぼ変わらんぐらいなんですよ。こう日本人的には結構高い身長だと思うんだけど、ブンデスだと別に高ないんで、プレミアになるとより屈強というかね、こうワールドクラスのセンターバックがこう対峙することにはなるので、経験値的にもう少し伸ばしきってから行きたいなっていうところではありますね。はい。そしてゴンサロ・ラモス、彼はすごくありだと思います。今シーズンパリ・サンジェルマンに加入したばかりで、契約も28年の6月まで、買取オプションを行使して結んだばっかりの選手なんで難しいっていうことは分かってはいるんですけど、パリでそんなに使われてないみたいなんですよ。で、一部のメディアではもう売却するんじゃないかみたいな報道も出てたりするんで、キャラクター的にも、背後取れるし、そこの抜け出し方巧みだし、で守備のタスク全うできる、ストライカーというかどちらかというとこう 1.5 列目というかね、 9.5 番みたいな印象が僕の中ではちょっと強いというかね、セカンドストライカーシャドータイプのイメージは僕の中ではあるんですけど、ただやっぱりこうお手本にしてるのがトーマス・ミラーだってね、彼も過去に発言していて、ちゃんとこうチームにコミットしながら戦えるっていう姿勢をちゃんとプレーで、示せる選手なので、ポルトガルコネクション、それこそブルノ・フェルナンデスがいるしダロトもいるんで、パリで苦しんでるなら打ち来ないっていうことで勧誘はうまくできそうな気はするので、ゴンサロ・ラモス、金額がね、パリもそんなに安売りはしてくれないとは思うんで安くはないでしょうけれども、パリがベンフィカから取った金額よりかは安く取れると思うんで、僕は補強リストのトップ5ぐらいには入れていいんじゃないかなと思いますけどね。本当にだからパリの様子見ながら、
もう使うつもりないんだったらもう乗り出すぐらいでいいと思いますけどね。はい、では続きましてエリー・ワイですね。 RC ランスの、ストライカーですけれども、彼はですねこう左右に流れてドリブルで仕掛けていくタイプの選手で、フィニッシュの形も多いですし精度も高いです。で技術力も高いので、ちょっとこうウィングストライカータイプではあるんですけど、ただ非常に技術力に長けた選手ですし、背後もちゃんと取ってくれる選手なので、うまく起点を作れるタイプと組ませると結構面白いかなと。あとはやっぱり先ほどもお伝えした通りサイドから仕掛けられるんで、もし2トップ起用じゃなかったとしても左右で使ってもうまく機能しそうだなっていうプレーは見せてはくれてるんで、ミランとかもねちょっとこう狙ってるんじゃないかっていう話も出てた選手なので、まあちょっと競合は他にもいるかもしれないですけど、まあリーグワンでもうRCランスで今年で何年目だ、 3,4 年目になるのかな、もう若い年齢でこれだけやれてるんであれば、もうステップアップしていいと思ってるんで、まあユナイテッドが狙ってもいいかなとは思います。はい、そしてマルタン・テリエですね。レンヌの、まあ、ストライカーですけれども、まあ2トップの一角、まあ主に左ですけど、まあ左だったりとか、あとは左のワイドで、使ったりすることもできる、まあちょっとこうドリブルも仕掛けの武器として持っていながら起点も作ったり、左右の背後取れたりとか、ちょっとこう万能性に、優れた動きのつけられる、ストライカーですね。こう圧倒的なフィジカルとか圧倒的なスピードっていうのは別に持ってるわけではないんですけど、まあ器用さは持ってる選手だし、技術力は結構しっかり持ってる選手なので、まあ過去にも一度ねユナイテッドが興味持ってるんじゃないかっていう話が出た時にもお話はしたかなと思うんですけど、まあ狙うタレントとしては悪くないです。ただ他の選手たちと比べると、まあちょっと年齢が高め、27、8とか多分それぐらいの年齢なので、まあホイルンドと組ませるんだったら全然いいかなとは思うし、27、8だったら一番脂が乗ってる頃だと思うんでいいかなと思うんですけど、まあよりこう点を取るっていうことに特化したタイプを求めるんだったらちょっとタイプは違うかなと思いますね。はい、ちょっとドリブラー色も強いタイプなんでね。はい、そして最後カリムエンド、まあ、同じくレンヌの、選手ですけど、もうパリに所属していた頃から僕結構好きな選手で、パリにいた頃はねウィングバックで使ったりとかもされてたんですけど、結構器用だし訳も分かってるし、エリア広く顔を出してプレーできるんですよ。で前線で使われても背後取れたりとかするんで、まあ、フィジカル的なものもしっかりと持ってるんでね、高さはそんなあるわけではないんですけど馬力はあるんで、うまく成長していければ本当に引く手あまたの選手になってもおかしくないかなと思うんですよね。でホイルンドとの2トップコンビっていうのもうまく形成できそうな気はするんで、まあ金額とかが高く設定されていなければ早い段階で取りに行くのも悪くはないのかなとは思います。ただしっかりと数字をまだ残しているというわけでは現時点でまだないので、より明確な点っていうものをより意識するのであれば、もう少し待ってからでもいいのかなというところではありますね。まだ2桁取れてなかったと思うんですよ。7点とか6点とかじゃなかったかな。まあそれこそね、先ほど紹介したマルタン・テリエと、まあ、ポジション争ったりするような選手だと思うので、まあテリエが例えばどっかに引き抜かれてね、その後しっかりと自分が軸となった時に数字をもっと伸ばせるようになってからでもいいのかなとは思いますね。はい、
ということで、先ほど紹介した名前の選手たちを、まあ、1人ずつちょっと簡潔に、まあ、特徴をお話ししながら、個人的にどうかなっていうところも、ちょっと付け加えてお話をさせていただきました。皆さんどうですかね、どの選手がいいなとかありますかね。まあ、一応今回は背後取ったりとか左右に流れて起点作ったりとか動きで変化つけられる選手をできれば取りたいよねっていうことをベースにはお話はしたんですけど、でも別にね、ナーゲルスマンがそういったキャラクターを組ませてやってたっていうだけで、まあ、皆さんそれぞれにこう求めてる基準が違ったりとか特徴が違ったりするのは当然だと思うので、ホイルンド持ってるけれどもエヴァン・ファーガソン取って、中で起点作れるのを2枚抱えたい、そういった意見を持つのも悪くはないですし、まあそういったキャラクターをもう一枚持つことでこうホイルンドに逆に裏を取らせる役割を任せてみたいっていうね、意見を持つのもすごく面白いと思うので、まあ使い方次第、こう使われ方次第、何を求めるか次第によっては、キャラクターだったりとかプレイっていうのが変わってくるっていうこともね、十分考えられるかなとは思うんですけど、ただあくまで現時点でやっぱりホイルンドが見せてるプレーっていうのは、まあ起点を作ったりボール隠したりしてキープして周りを生かすっていうところから、ボックスに侵入していくっていうところなので、そこをやっぱり生かしたいっていうところがあるんでね、よりこう背後取れたりとか、機動力あるタイプ、中から外に流れていってプレーできる選手っていうのをできれば、探したい、まあ、もしくは点で合わせられるようなタイプっていうところをベースに探してたんで、僕だったら誰がいいかなと問われるとちょっと難しいところではあるんですけど、まあ欲を言えばオシムヘンが一番欲しいのは欲しいです。ただ、金額が高すぎるので、まあギラシだったりとか、まあ、トニーとか、まあ、トニーも高いですけど、あとはそうですね、エヴァニューソンも悪くないですし、カルバートルイもすごくありですし、マクバーニーは好きなんでいいですし、エンネシリとかもいいですね。ピナモンティも面白いと思います。あとはゴンサラモスですね、ゴンサラモスもありですね。はい、まあ、エリワイもありですけど、まあそうですね、このあたりかな。まあオシムヘン、ゴンサロラモス、トニギラシ、このあたりは特に欲しいかな。はい、が来てくれれば僕は嬉しいです。はい、ということで、今回の、ストライカーの新たな候補についての、ラジオは以上になります。皆さんも、ストライカーの候補としていろんな意見を持たれたと思います。今回紹介した選手たち以外の候補っていうのもね、名前が浮かんでいたりするかもしれないので、ぜひ、コメント欄だったりとか、あとは私の X の方、まあ、もしくは、生配信にお越しいただいて、直接、コメントいただければですね、お話も、させていただけますんで、どしどし、コメントいただければなと思います。はい、では最後に、チャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。